ラマポはアメリカ合衆国ニューヨーク州の南部ロックランド郡の南西部を占める町である。2010年の国勢調査での人口は126,595人だった。人口では州内第6位の位置にある。元はニューヘンプステッド、その後ヘンプステッドと呼ばれていた。市の名称の綴りはラマプック、ラマパッチ、ランピと様々に綴られていた。 インディアンの言語で甘い水あるいは傾いたいわという意味がある。2012年、ウェブサイトのクンマニーではアメリカで住みたい、小都市の第58位にラマポを挙げていた。アメリカ独立戦争の1777年7月24日、最高司令官ジョージ・ワシントンがラマポハムレットに近いラマポトルネに登り、望遠鏡を使ってニュージャージー州、 サンディフック沖を通過するイギリス艦隊を監視したと言われている。ヘンプステッドの町は1791年にハベストローの町から分離して作られた。1829年に町名をラマポに変えた。ロックランド軍を通る最初の鉄道は1841年に建設され、ピアモントとラマポの間を走った。1851年までに路線は エリー湖まで延伸され、土木工学の脅威とみなされた。現在のニューヨーク州道17号線近く、タース山のふもとにあった、ラマッポ鉄工所は、19世紀前半に、ムアタマクギ、木ネジ、メンプ、バネコを生産していた。その設立者は、ジェレマイア・エイチ・ピアソンであり、軍を通るナイアックターンパイクや、ニューヨークエリー鉄道の建設に影響力を持った。現在も、 メンプ工場が道路の東側に残っている。1916年、その前年にナヤックからスプリングバレーまで開通していたニューヨーク州道59号線がサファーンとラマポハムレットまで延伸された。山から見たラマポアメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は61.9平方マイルで、あり、このうち陸地61.2平方マイル。 水域は0.7平方マイルで、水域率は1.11%である。町の南側の境はニュージャージー州に接し、西側の境はニューヨーク州オレンジ郡に接している。ラマポ山地がサファーンのところでラマポ川によって切られており、ここをニューヨークステートスルウェイ、週間高速道路287号線、ニューヨーク州道17号線、さらに鉄道が通っている。 パリセーズ週刊パークウェイが町の北東隅を通り北境界に接するハベストローに出口がある。ハリマン州立公園にある標高1130フィートのトルネさんは地形図上ではハイトルネと表記されラマポパスやかつて栄えたラマポ鉄工所の名残を見下ろしている。アメリカ独立戦争の時はハドソン川を移動するイギリス艦船に対する見張りところだった。 ジョージ・ワシントンがこの山で腕時計をなくしたという伝説があり、岩の隙間からチクタクという音が聞こえるとも言われている。ラマポの町の最高地点は北教会に近いスキレルスワンプ山であり、標高は1252フィートである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。門税教会は1824年に設立された改革派キリスト教教会である。 現在の建物は1869年に竣工し、以来毎日曜日に礼拝を続けている。ジョセフ・ティローレンス・コミュニティ、健康、スポーツ複合施設は2006年11月19日に完成し、公開された。この施設には多目的ターフの競技場があり、観客席は1800席である。別に、全天候対応ドームは60ヤード X40 ヤードあり、 ターフの運動スペースがある。多目的屋内コート3面、ランニング用トラック、有酸素運動機器、ウェイトトレーニング機械、ラケットボールのコート2面、計算機室、ダンスとエアロビクスのスタジオがある。スポーツには、フットボール、ラクロス、サッカー、野球、ホッケーが含まれ、また以前は、住民ができなかった年間を通して行うスポーツも、ある。ラマポ住人は、 この施設を排他的に利用する権利があるが、有料会員ならば利用できる。バスケットボールとラケットボールの成人リーグが、この施設を本拠にしている。ロックランドボールダーズは、ポモナの村のすぐ外を本拠地にするプロの野球チームであり、カナディアン・アメリカン・アソシエーション・オブ・プロフェッショナル・ベースボール、通称カンナムリーグの一員である。ラマポは、調整監督者、 クリストファー・セント・ローレンスが運営している。アメリカ合衆国議会会には似たローウィを送り出している。衆議会では上院にデイビッド・カー・ラッチ、会員ではエレン・ジャフィ、ケネス・ピー・ゼブロースキ、アニー・ラビットが代表である。ロックランド・コミュニティ・カレッジがビオラのハムレット内にある。町の西部は主にラマポ中央教育学区の範囲であり、東部は東ラマポ中央教育学区の 管轄範囲である。ラマポの文化的多様性を認識した前、調整監督者、ハーバート・リースマンが、町内多くの地区のボランティアと共に、姉妹都市を締結する計画を進めている。この計画は資金を手当てし、世界中の候補町に行く計画を作り、地元高校生に他国での経験をさせる機会を提供する委員会で構成されている。現在世界の7つの町と、 姉妹都市を締結するための委員会がある。ありがとうございます。